一通しながら上に立ってる、建物が一通しながら上に立ってるでしょうね。そういう風に見えるよね。うん、全部だから。綺麗だよね。部屋ダメだな、やっぱノイズが乗るな。実際の方が全然綺麗だよ。地平線までもうずっとだから、ちょっと難しいかな。夜は動画難しいな。ノイズが乗っかっちゃう。眠らない街東京だよね。綺麗でしょ。ダメだな、やっぱ映るな。ダメだね、ノイズ乗るね。発想がすごいね。写真じゃないと無理だわこれ。とんでもない。綺麗でしょ。あれがすごいと思う。動画向きじゃないや、ここは。難しいんだよ撮影って。なかなかね、綺麗な風景があったとしてもそれを写真とか動画にすることできないんだよね、一概に。うん、見えてる。あ、電波ないか。
波があるところとないところがあるな。あ、電波ないんだ。見えてる。iPhone で撮る分には綺麗なんだけどな、なかなかね難しいんですよ動画にするのが。こっから見るここ大迫力なのね。難しいな。スパ電波あるかな。屋上からとかじゃないと綺麗に動画に撮れないな、これ。写真でうまく表現しないな。悔しいな。超悔しい。せっかく来たのに。1枚収めたいな。うるさいな。押すぞ。自信がない。自信がないけど、これさ、何の番組かはなんじゃないかな。見慣れた形ですか。なんだ。ほら。ちょっとちっちゃいね、あのマッターの。近く行けばでかい。ね、あ、でもあそこの あのあれなんですか。旅館とか行く？あんまり行かない。友達が住んでて。あ、そうなんだ。友達が住んでて、先々行きます。遊びに行くんだ。あ、その子の家。いいな。難しいな、写真。写真すげえむずい。超景色綺麗なのに悔しいよ。綺麗だよね。やっぱちょっとブレるな。悔しい。こんなに綺麗な写真撮れないっていうのがめっちゃ悔しい。こんなにいい光があるのに。目の前にこんな綺麗なものがあるのに。いやー違うんだよ。いやこれね悔しいんだよね。すごい動画にもできないっていう悔しさもあるけど、ちょっと待って、今日ツイッターに久々写真の方あげるわ。これは悔しいんだよ。
こんばんは、お疲れ様。写真もそうだし動画もそうだね。動画がうまく撮れないから写真に切り替えてるんだけど、写真も今うまく切れてないの。せめて写真でこの綺麗さを伝えたいんだけど、なんかうまくいかねえな。場所移動するわ。ごめんね、みんなうまく綺麗に伝えられなくて。ちょっと撮影スポット変えます。あー悔しいな、こんなに目の前に綺麗なものがあるのに。すげえ悔しいよ。めっちゃ悔しい。これじゃないとかよくない。これなんかポートレートみたいな。ポートレート。で、こうしてプロフィール写真みたいな。あー、雰囲気のある。雰囲気のある。見えてる。19が11行って、白と22なんですよ、資料が。これ、もともと22が24です。24回だったら多分ついてるから、分かるな。ストーカーじゃない。それこそストーカー。メンディさん頑張ってますね。20なんかついてそう、22ぐらい、22ぐらい、チワンの2つ上のカレー、あっ、こっちの左側の、あんな4部屋も使ってない、あっ、あの、こっち窓2つ隣に壊しちゃってるのはちょっと可能性ある、あれありですよ。味じゃないし、うん、うん、なんか24、25、26、いまだに言えばこういうあったりしますよ。なかなかうまく撮れないね。悔しい。すげえ悔しいな。あと20分で奇跡のショット1枚撮りたいな。
ってみるか。最後このスポット最後でいきます。ラストチャンス。ごめんね、なんか写真バカで申し訳ない。みんなも夜景楽しんで。もうすぐ終わるね。ジダンさん、ありがとね。Par ici, il y a du vent. T'as vu ?展望台もうすぐ終わりだね。
もうすぐ終わりだね、15分で。あと5分ぐらいしたら、もう何枚か写真、シャッター切ったら行こう。うまくいったかな。ちょっと違うな。あ、めちゃめちゃ悔しい。わあ、めっちゃ悔しい。くっそ。なんでだよ。悔しいな。家があるの。うわー、ダメだな。うわー、めちゃめちゃ悔しい。くっそ、超悔しい。こんなに綺麗な絵がここにあるのに。もう終わりかな。あ、延長するんでアイテムよろしくお願いします。あ、悔しい。ダメだダメだ、イライラする。他行こう。くっそ、悔しい。移動します。綺麗でしょ。ありがとう、みんなアイテムありがとう。くっそ、悔しい。こんなに綺麗な絵があんのに。くっそ、
いてもありがとう。めちゃくちゃ悔しいよ。悔しいなおい。こんな綺麗な絵があって撮れないっていうね。あれこれ自動延長になってんのか。自動延長配信モード配信自動延長これ。あめっちゃ悔しい。行こうか。ましょう。マジか。ありがとうございます。あ、俺だけか。はい。どうも。失礼します。はい。ありがとうございます。めちゃくちゃ悔しいよ。見えてる。見えてる。どうも。ありがとうございました。どうも。超悔しいよ。俺は。見えてない。で、バルイ。後ろの都庁オレンジ、これを写真撮ろう。見えてない。見えてないのかな。ちょっとわかんないな。大地とイカスチチとさん見えてる。見えてる。金魚姫さん見えてますよ。ノリコアット銀河さんライディングやってたね。ライディングまだ残ってるね。これを取ろう。ちょっと取ってくるわ。ライディングまでやってるから。写真撮ってくるわ。待ってて。せめてこいつを撮りたい。
今日はダメだ、調子悪いわ。今日は調子悪いよ。外れだな。納得いくショットが一枚もない。残念ながらダメダメ、こんなのダメ。悔しいな。あーなんかモヤモヤする、モヤモヤするんだよ。ノリコアット銀河さん、上まで見たい。上まで見たい、オッケー。あーなんか悔しいな。納得いくショットは一枚も取れないっすね。金魚姫さん、そんな日もありますよ。そんな日もあるよね。あ、消えた。くそ、消えたわ。上、ごめん、のんちゃん、今消えた。いやー、なんていかねえな。消えちゃった、ごめん。三脚欲しい。ノリコアット銀河さん。ごめんごめん、のんちゃん。間に合わなかった。悔しいね。うまくいかなかったね。悔しい。今日はダメな日だった。失敗です。うわ、マジかよ。最悪だよ、もう。大丈夫みんな。なんかうまくいかなかったな。見えてる。あ、なんかめっちゃへこむ。へこむ。ノリコアット銀河さん、痛い。痛い、ごめんなさい。へこむわ。失敗だ。ちゃんさん、窓さん、うん、どうした。ひげもうこんな感じだよ、あーちゃん。どうした、あーちゃん。あーちゃんさん、今ね、新宿いるの。新宿いんの、どの辺にいんの。今日はなんかやたら新宿にいるな。どの辺にいんの。腹減ったな。あちゃんさん、東口。東口か、歌舞伎の方か。西口だわ。仕事遊び。あちゃんさん、窓さんどこ散歩、久々の見楽しみに来てる。ああそうなんだ、の飲んでるんだ、あつさんは。俺は今都庁、俺は今都庁。いやー悔しいな。この悔しさがわかるかい、みんな。この俺の苦しみが。いい絵が撮れなかったっていう。あーなんだろう、めっちゃへこむ。ノリコアット銀河さん、見える。え、なんか喋った。飲んでるんだ今、あっちゃん。そんな日もあるか。
チャンさん、新しくオープンしたっていうオープンタークラブ、はい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 、窓さんの散歩、あの歌舞伎にね、なんか小牧のところになんかクラブができるってポスター貼ってあったわ。あれだろ、ずっちずっち、だろ、聞こえないでしょ、聞こえない、何楽しい、もうオープンしたんだ。これはお散歩、新宿お散歩。ケンケンさんお疲れ様です。ケンケンさんお疲れ様です。いやー、こういい映像、被写体があるのに撮れないっていうのはね、カメラマンとしてちょっと恥ずかしいよ。今日は寝れない日だな、めっちゃ悔しいわ。涙だね。涙のワードだよ。あちゃんさん、同じ新宿いるなら会いたいところだけど、和田さんからしたら迷惑なんだろうな。わら、俺は会わないかな。うん、俺酔っ払い嫌いだし。何、超楽しいとか言われてもうるせえわってなるから。ドドドドボボボ、何、聞こえない、ボボボ。絶対行きたくないね、そんなところ。ボボボボ。何、ボボボボ。アホだろあんなの。僕はクラブとか行かないんで、ごめんなさいですね、申し訳ない。パリピではないんで。アップルチョコ、三角チョコパイ食べようかな。三角チョコパイ、悔しいから他の素材の動画撮っていい？このままじゃ帰れねえよ俺。他の素材撮っていい？みんな悔しいよ俺。キング姫さん、いいよ、いい、このまま悔しすぎて無理、このまま帰れない。イカスチトさん、ぜひ他の素材撮影するわ。これは無理、このまま帰りたくねえ。すげえ
ノリコアット銀河さん、いいのあるといいね。いいとこっつうか、いい絵を撮らないと寝れない。こんな悔しい、こんな綺麗な映像を見て、こんな悔しい思いして、無理だよ。ごめんね、みんなわけわかんないよね。ごめんね、みんなわけわかんないよね。ノイズ乗るな、ノイズが乗るね。キムタクさん、こんばんは。こんばんは、キムタクさん。うまくいかない。なんかこのまま帰りたくねえ、悔しいな。超悔しいな。
うわどうしよう、超へこむ。あるんだよこういううまく撮れない日。あ超つれ。あるんすよ。つれえな。八マイルズハイさん、その部屋に帰るとかいねえか。いるいるいる。帰るいるよ。全然いる。だけど帰る帰る。取るっつってもね、買える。キムタクさん、16万の大事なものは見つかったの？いや結局誰だか分かんない。もうあれは送られてこないと思う。いや今日はこういう日かな。あるんすよこういう日、何やってもうまく取れない日。だいいものが取れた時もう超嬉しいけどね。まあしょうがないこれは。ああこればっかりしょうがない。なんかでもいい映像撮りたいな。一発でいいからさ。なんかうまいこと撮れねえかな。お、延長するんでアイテムお願いします。あ、延長しないでもう寝ようかな。このままこのまま寝るか。もういいわ、今日これで終わりにするわ。ちょうど家帰って10分だから寝ます。僕は残念だけど。今日はダメだった。悔しい。みんなもお疲れ様、長時間ありがとね、見てくれてありがとね。つらたんだよつらたん。のりこあっと銀河さん、お疲れ様から。うん、お疲れ様のんちゃん。みんなもお疲れ。八枚レズハイさん、うん、お疲れ。ありがとうね。また明日放送するから。いやーなんかいい映像撮れなかったな。いい映像撮れなかった。また雨さん、残念だったね。残念だったね。あーアイテムありがとう。お疲れ様。ありがとうね。解放お疲れ。また明日だね。もう寝るわ俺。やっぱね動画は昼間なんだよ。金魚姫さん、そんな頑張ってるワドさんが一番素敵な映像でした。違うんだよ、悔しいんだよ本当に。映像は本当にさ、いい絵があるのにうまく捉えられないっつうのは恥なんだよ。こんなに綺麗に映ってて、こんなに綺麗なものがあるのに、これを伝えられなかったらカメラやってる意味ないからね。超悔しいよ本当に。カメラマンとしてマジで無能だからね。ああ。ゆたんたさん、次回に行きたい。そうだね、上手くなるよ、もっと勉強して。ちょっと今日は悔しいな本当。ちょっと今日は自分に負けたね。まあちょっとね、思いつきすぎたね。あの夜で窓ガラス、すりガラス越しだから反射が入るっていう。だからロケに出るんだったら屋上から行かないとダメだっていう勉強になったし、要は室内の明かりが窓ガラスで乱反射して中に映り込むのよ。これはいい勉強になった。だから撮るんなら屋上から行かないとダメだ。もしくはまた別の撮影技法を覚えないとダメだ。今度先輩に聞いてみるわ、動画のプロに。空が綺麗なんだよ、これがムカつくんだよ。
見て、この雲が最高にいいのよ。ほら、雲とさ、夜景のコントラストが出てんの分かる？これが夜景めちゃめちゃ綺麗だったんだよ。これをね、表現できなかったっつうのは超辛いね。要は天候がめちゃめちゃ良くて、これを撮れなかったっつうのは恥だね。そう、悔しいんだよ。外が、絵が綺麗なの。ほら、雲行きとか綺麗でしょ。これが辛い。要はこの条件をうまく活かせなかったっていう。で、こういうのって動画とかってさ、みんな分かんないかもしれないけど、天気にすごく左右されるの、いい映像って。だからもう二度と帰ってこない風景なのよ。そう、二度と帰ってこない風景を俺らは撮るから。だからこれが例えば雷の日だったらっていう、PL フィルターなのかな、多分ね、暗幕だと思うんだよね。シュルリンも教えてよ。シュルリンプロだもんね。シュルリン結構俺にいろいろ教えてくれてるからすげえ役立つんだよね。ちょっと今日は悔しいよ。ショルリンが作った映像とかも見てみたいな俺。もしよかったらLINE か DM ちょうだい。はい、ワドツ。はあ、悔しい。明るくするフィルターはないでしょ。 PL フィルターって何？明るくするフィルターってあんの？物理的に無理じゃない？明るくするフィルターはなくない？あんの？ちょっとわかんねえな、勉強不足で。ストルリン・チトルシメ 3PL フィルターはガラス面の反射を強制的に消すやつですね。そんなのあるんだ。 PL フィルターっていうのがあるんだ。すごいよな、ガラスの反射を消すフィルターが世の中に存在するんだぜ。まだ勉強になりました。すごいな。ノリコアット銀河さん、変光レンズ型。すごいね、 PL フィルターっていうのが存在するんだね。俺ビビるんだけど。あるんだ、文明ってすげえな。皆さんもうすぐ家着くんで、僕はここでお別れしたいと思います。皆さんお疲れ様、おやすみなさい。もうお風呂入って寝ます。おつです。ありがとうございました。開放さん、お疲れ様。お疲れ。